サイバーエージェント レジェンド。翔成です。サイバーエージェントレジットです。お願いします。今回ショーを作ったのは、たくみ、地獄くん、ソラ、かいしろ、エナです。あとは僕のソロ、俺のソロです。翔成のソロ。今までの作品は、ポップ×ヒップホップだったり、ポップといろんなジャンルが混ざってたんですけど、今回はポップ、ロック、ブレイキンが入ったオールドスクールなショーケースとなりました。はい、今回の曲名はミュージケーションっていう曲なんですけど、私はダンスは音楽で コミュニケーションを取ってるって私は思っているんですよね。翔成も、うん、そう、この世界観をリオレッティ宮田さんがうまくこの曲で表現してくださいました。それでは見てみましょう。はい、ここですね。今回のネタコミカルな感じでエンタメっぽく入ったんですけど、匠これ終電逃すまで練習してました、前日。ここなんですけど、このステップハマチャチャやストンプからインスピレーションを受けたステップパートなんですけど、揃えるのがめちゃくちゃ大変やったんですけど、翔成 B ボーイさ、こういうのあんま踊らんやん。どうやった？めちゃめちゃ難しかった。めちゃくちゃ難しかったやな。Let's go。ロックパート、こうして足上げてとか言いながら鬼のスパルタで教えました。もう自分はもう気合入りすぎてこけそうになってるんですけど、もうど真ん中で。翔成どうやった？ロックもロックがめちゃめちゃ好きだから、めっちゃ楽しかった。マジ嬉しい。ほんで一応ここアディダスの靴下履いておりますので、はい、私アディダスの靴下履いております。ここ大好き。ここで返しろと目合ってニヤニヤしながら最後踊り切れるんですよ。はい、こっからここですね、ロック4人パート。ここも私がロックの振りを作らせていただいたんですけど、周りのメンバーもからもすごい好評の振りやって、特に小鳥と空はめちゃめちゃロック上手で。ここですね、ここですね。この時に匠と僕と海志郎とトレイシーでジャンプしてるんですけど、はい、練習の時はずっとやってて、はい、おっとハマっててめちゃめちゃ可愛いんですよ。4人がピョンって飛んでるだけなんですけど、それはもともと振り通して入ってる？いや、入ってないです。練習の時にこの4人で遊びでやってて、これめちゃめちゃいいじゃんと思ってやりました。ロックが終わってからのこの地獄が後ろの4人に合流する歩き方がめちゃくちゃかっこいいです。これほら、どうやってどうやってういって合流するんですけど、ここドアップにしてみてください。皆さんもう顔も決まってるんで、ここ、いつも大人数でやってるポップなんですけど、今回は少人数5人でやってる振りで、目立ちすぎなんでめちゃめちゃ振りも難しかったんで、めちゃめちゃ好きポイントで、好きポイントでプライベートでも練習してた。練習してました。いや、マジでずっと、もう何でもない時も少々ポップの練習してるんですよ。みんなラウンド1から見てくださった人は分かると思うんですけど、少々めちゃくちゃポップ上手なってます。はーい、はい、ここなんですけど、レジット名物の匠、地獄がポップパートで2人で踊ってるんですけど、ウェーブからいちいちかっこいい。もうこの翔くんの笑顔見てください。これもう、たくみもえへへしちゃって。もうエナは個人的にたくみ翔くんの先輩後輩関係が大好きです。うわ、かっこいい。はい、ここテケ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 しながらこう横にスライドしていくんですけど、まずこの足もめっちゃしんどいんですよ。しんどかったくない？もうめっちゃ、もう最後のラストパートなんで、ここめっちゃしんどいですよ。
でもしんどいしんどいってやってる間に翔星がこの間からバーンっていつものようにこうかましてくれるんですよ。ここがねもう完璧に決めてくれる。いつも緊張してる？全然してない。マジ？全然してない。完璧男です。はい、こう出てきてから、ダブルエリオって言われたら、はい、ダブルエリオ2回回ってるんですけど、自分の結構好きなパワームーブで、うん、こういう風に使えてめちゃめちゃ、うん、いやだってみんなが回ってる時に翔星も回ってるみたいなね、うん、ね、靴そういつもさ、と違う靴だと思うねんけど、基本的に足を使ってない、ついてないし、踊りにくいと感じなかったですね。はい、翔星がソロをしてる間に私がこう出てきます。ここもビシバシ教えました。皆さんにレクチャーしました。エナの顔、ここめっちゃ好きなんですよ。ほんまに？めっちゃキャラクターだなって。キャラクター キャラクターキャラクターだなって。それ悪口じゃないですかこれ。いや、いい意味で、めっちゃいい意味で。いい意味です。この衣装は個人的にロッカーっぽい衣装だったのでめちゃくちゃ気合入りました。あのフィッティングの時から、後ろ実は女の子と男の子全然違うんですけど、後ろのデザインがそれがまたもう可愛くて、で地味にこうワイドパンツになってるんですよね。それもあの踊りを大きく見せてくれたポイントとなっております。はい、ここさ、ここ翔星ってさ後ろで待ってるやん、どういう気持ちなの？こういう待ってるって、次入る、次入る、絶対忘れるんだ、絶対忘れるんだはい、行くよみたいな。ああ、重ねてんねや。泣くそうに見える人がいるかもしれないですけど、これ案外こう緊張してるみたいです。めちゃめちゃ緊張してる。いや、そうはない。はい、っていう感じで今回のショーは足音で始まって足音で終わる綺麗なショーとなっておりました。皆さんどうでしたか？レギュラー審査員のクロスさんがレジット一番良かったって言ってくれたんですけども、それがめちゃくちゃ嬉しかったです。めちゃ嬉しい。はい、今回僅差であの同率のチームがすごい多かったんですけど、オーディエンス票も入り結果また7位となってしまいました。悔しい、悔しいな。ランド6、はい、優勝する気でみんな頑張ってるので本当に応援よろしくお願いします。お願いします。はい、オーディエンス票が結構鍵となっておりますので、サイバーエージェントレジットの投票お願いします。はい、というわけで今回ラウンド5の動画解説以上となります。エナと翔星でした。ありがとうございました。